今日は近所に麺どころがあるとわかったので、早速行ってみたいと思います。多摩線に突入しました。注文は山菜コロきしめん630円です。少し待って着丼しました。かいわれ大根の緑が良いですね。きしめんは一般的な幅ですね。山菜とわかめ、かまぼこが入っています。それではいただきます。まずは七味を投入します。早速きしめんからいただきます。コシを全く感じません。そしてツルツル感が全くない。スープは甘みを感じる出汁で美味しいのですが、温度が常温です。これが正解なんですかね。山菜は出汁に合ってますね。表面がザラザラしたきしめんは初めてで、お世辞にも美味しいとは言えませんが、閉店間際できしめんがなくなる寸前だったみたいです。もしかしたら劣化していたのかも。スープは美味しかったです。何はともあれ、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。